えー、皆様改めましてこんばんは,んばんはただいまご紹介いただきました衆議院議員の杉田妙ですあの今日こちらに来てですねあの始まるまでの間にこのアップルタウンをあの配読させていただいておりました今回はあの行いだ対象を取られたあの井上和彦先生があの代表と対談をしていらっしゃるんですけれども実はあの私あの 2014年にあの落選をしまして、3年間、浪人生活をしてたんですけれども、その時にかなりあの井上和彦先生といろんなところをご一緒させていただいたんですね。あのまああの私自身はその国連に行って、慰安婦問題の本当の真実、日本の真実を発信するというような活動をしておったんですけれども、井上先生はいろいろなツアーを組んで、皆様方みたいな方と一緒にですね戦績を回る、戦地を回る。 そういったあのツアーをやっていらっしゃったんですね。で、私もあの都合が合う時にはそれをご一緒させていただいて、例えばミャンマー、タイ、ベトナム、それからオーストラリアも、えー、一緒に行かせていただきました。オーストラリアにもそのさっきの対戦の時にですね、あの潜水艦であの行かれて、そして亡くなられた方々のそういったご冥霊が祀られているところがあるんです。そこにも行かせていただいて、いつもそういったあの。 ご英霊が眠っていらっしゃるところに行きますとです、ね、靖国から持っていたお酒をまいて、そして君が代と海ゆかばを斉唱して、そしてみんなで静かに手を合わせるといった、そういう異例の旅をしておりました、まあ、あのミャンマーの本当に奥地のところだとです、ねあのまあ、日本人が来るのは初めてですって言われたようなところもあったんですよ。で日本人は一体何をしてるんだと 国を守って、あの命を落とした方々が眠っているところに、どうして日本人が来ないんだっていうようなことを言われるようなところもありました。でも、どこもですね、本当に現地の方々が本当に綺麗な形で、あの、そういった記念碑、慰霊碑というものを残してくださってまして、あの、毎日のように、あの地元の方が、特に若い方なんかが掃除をしてくださって、あの、本当に綺麗な状態で保たれているところが多かったわけです。 それからあのベトナムに行った時にはですねあの実はこれも非常に興味深い体験をしましてちょうど私どもがベトナムに行く少し前にあの皆さんご存知でしょうか tbs の元記者の山口範之さんという方がいらっしゃいますえっとあの山口さんがそのワシントンの支局長でいらっしゃる時にアメリカの公文書をあの徹底的にいろいろ調べた中にですねあの実はベトナム戦争の時に、えー、韓国軍がまあもちろんあのさ 韓国軍が慰安所を持っていたっていうようなことをそのアメリカの,あの公文書の中からあの発見したんですねでそれをあの山口さん自身は自分の TBS でそれを報道しようと思ったんだけれどもどうも上からストップがかかったのでそれを文春に発表したと。 そういうふうなことがあってその後左遷されるという形になるんですけれどもで我々はあのその情報を知ってましたのでなんとか現地のガイドさんとかですねあのそういう人たちを非常にいろいろ本当に汗をかいていただいてですねその慰安所がどこにあったかというのを突き止めたんです。 ここがそのっていうあの洋品店の2階みたいな形になってましてでそのところを本当に突き止めてはいここがもうその山口さんがあのアメリカの公文書から発見したまさにこの現場がこれですっていうようなことをレポートしてきましてあの井上先生も私もそのあたりのことをいろんなところに発表させていただいたというそういうふうな活動もしておりましたであのそれまで全く私は山口さんとはあの面識がなかったんですけれどもであの私がその時も 東京でこのような講演をしているときにわざわざ山口さんが聞きに来てくださってで山口さん自身は僕はアメリカの公文書でそういうのを発見したけれども本当にそういうのがあるっていうところまではなかなか自分の自力では探していくことができなかったのをそれを井上さんと杉田さんがこういう形で発見してくれて本当にうれしいということであのお礼をおっしゃってましてそこから私あの山口さんとは非常に交流があの始まりましてですね彼がいろいろ裁判に訴えられたりとかあのしているようなときもあの BBC のインタビューに答えたりとかですねあれもかなりの切り抜きだらけでひどい報道をあのインタビューとかも流されたりとかしたんですけれどもあのそういうふうなことであのそこから交流が始まっているということであの非常にこれ懐かしく思いながら読ませていただきました。またここに書いてあある通りですねあの 日本が戦ったことで世界の人種平等が実現したっていうようなことがタイトルになっておるんですけれども、まあ、あの皆さんここにいらっしゃる方はもうよくご存知だと思いますけれども1919年に日本が初めて国際連盟で人種差別撤廃を訴えましたでその時は実は賛成してくれる国の方が多かったんですけれども。 アメリカやイギリスが反対をしてなぜか全会一致じゃないと通さないということでその,あの日本が提案したものは採択がされなかったわけです。今日はあのご出席の山下先生と一緒に国連にいてですね実はその1919 19年からあの100年たったあの2019年にですね本当に国連でもう一回私たちが日本がそれを提起できるようなことができないだろうかっていうようなこともあの非常に山下先生汗をかいてくださってですねあのシンポジウムをやりたい っていうようなことも試みたんですけど、なかなか大規模な形ではできなかったっていうのは、ちょっと残念なこともあったりとかしました。また、私は昨年インドの方に参りまして、あのチャンドラボース氏のあの成果を訪ねて参りました。 実は亡くなった安倍元総理も第1次安倍内閣の時にえそちらの方を訪問されてその当時の写真なんかもそこに残っていたんですけれどもまああの本当にたくさんのあの大東亜会議このお話の中にも出てまいりますけれども大東亜会議の非常にたくさんの資料であるとか写真であるとかが家中に展示をされていて大変勉強になりましてですねあのまたそこでいただいた資料をあの遠山光先生のお孫さんであります遠山沖助先生の方にもあの書た。 私もお届けをさせていただいたりとかなかなかそういうご縁をいただいたりしておりますでもこの大東亜会議のこととかが全くやっぱり日本のあの日本人が知らない本当だったらこういったことをしっかりと歴史教科書などに載せて子供もたちがそれを学ぶ それが日本の誇りになっていくと思っておりますからあのそういったようなことをしっかりとやるような教科書を今日もあの新しい教科書を作る会とかあのいろんなところの,あの関係者の方もいらっしゃってますけれどもあのそういった教科書をしっかり作って子どもたちにこういったことこそ教育をしていくのが必要じゃないかなというふうに思っているところでございます。さてて今、まあ、国会ののの方を見ておりままますとととまだまだ、まあ、あの派閥のパーーティー権の問題とかあのそういったことで いいいいろろろごごごたたととしているところではございますあの実は20え2023年のパーティー、えー、と清和犬のパーティーは宮本先生と私が2人で司会を務めさせていただいて <laughs> っていうようなことであのそうでしたねなんか懐かしく思うんですけれども、まあ、その問題がいまだに取り上げられていて多分もうそれを見ていらっしゃる人の中には日本はそんなことをやってる場合時間はないだろうと。 もっと課題が山積していて、あのそんな議論じゃない議論をもっとしっかり国会でやってくださいという思いの方がもうほとんどじゃないかなと思うんですけれども、いまあ、未だにそこに非常に足を取られて、あの本来の議論がなかなかできないというような形になっておりますえそんな中で,です、ね、あの我々あの自民党は若手を集めて、この間、背骨勉強会というのを行ったんですね。 で、その中で、あの、今の、えっと、経済産業大臣の斉藤健先生が。講師になって、あの、本当に、あの、若手を、大勢の若手を前に。すごい熱弁を振るってくださったんです。テーマは戦前史です。で、戦前に、例えば、あの、日露戦争を戦って。それから、あの、まあ、大東亜戦争の。 あの始まりまでの間に約34年間あったんですけれどもここで指導者とかがあのなんか変わってしまったりとか日本という国が変わってしまった部分っていうのがあるのじゃないかっていうことを非常に独自であのお調べになってお話をされたんですねあのそろそろ時間だということで先生は4つ挙げたんですけれども一つだけあの お話をして終わりたいいと思いますその中の一つは指導者の変質っていうことで私も非常に興味深く聞いたんです。皆さん武士と軍人の違いって分かりますか武士と軍人は何が違うのかっていうのは実は武士は今風の言葉で言うとジェネラリストなんです。軍人はスペシャリストなんです。武士は言ってみれば 農政にしても財政にしても、それから外交にしても政治にしても全部武士が担ってたわけです。だから、全ての分野に精通している。そういう風うな指導者がこれが明治までの指導者。それで、その後にその人たちが育てたのが軍人というスペシャリストだったんですね。で、ロシア戦争、日露戦争の時はあのそういったスペ。あのゼネラリストの。 まあ武士出身の指導者のもとにスペシャリストの参謀がつくというそういう形で戦った戦争が日露戦争であった。 ただその後まあどんどんあの大体1921年,19年か1922年ぐらいにそういった武士から来られた方々はもう亡くなってしまったあとはやっぱりそのスペシャリストである軍人の方々が指揮を取るようになってきたそこがまああの日朝戦争と大東亜戦争の大きな違いの一つではないかというようなお話を聞いて私もなかなか考えさせられるじゃあどうすれば今後そういったジェネラリストが あの育成できるのか、どういう教育を、これもまた教育の話に帰結していくんですけれども、子どもたちにしていけばいいのかっていうようなことも、今後の私たちの課題であるというふうに考えさせられる会でありましたので、そのエピソードを皆さんの方にご紹介をさせていただきました。というわけで、時間になりましたので、これで終わりたいと思います。ごご清聴どううもありがとうございました